んばんちは。おはこんばんちは、ヘムのギターボーカルの勝田です。ベースのひろきです。今日はですね、ドラムの翔吾がですね来れませんっていう連絡があったんですよ、さっき。なので2人でやっております。2人でやっております、皆さん今回ターミネーターの動画いかがでしたでしょうか。欲しかったですかね。ターミネーターはメンバー3人ね、大好きな映画ということで、今回最初に第1作目として撮らせてもらいました。楽しかった。楽しかった楽しかった。いっぱいこだわった。こだわりましたね。こだわりました。愛にあふれたこだわりで、ね、どんなところこだわったんでしたっけ。僕はその銃撃シーンですね、この銃撃シーンの、車のシーンとかも原作さながらになったんじゃないかなと思いますが、あの時カズさん転びましたよね。めっちゃ転びました、ね、痛かった。痛かった。あれもだいぶ怪我したらしいね。そう、肩と足首と足首と腰と、まあ、名誉の負傷ですよ、でもおかげでいい動画撮れたんじゃないかなと。そうですね、思いますね。で、銃撃シーンの火花とかも、あれ実は編集やってくれたのが南国クリエイタースタジオさんですね。お世話になりました。お世話になりました。今この撮っているここも南国クリエイタースタジオさんなんですけど、実は今、リフォーム中で、そのお手伝いもヘムやっております。その関係で今回編集も手伝ってもらったんですけど、言えば実現してくれるすごい何でも屋さんですよ。何でも屋さんも本当に目が違うから、皆さんもなんか編集したい動画あったら連絡ください。よろしくお願いします。あともう一つ音もね、そうなんですみたいで、この動画の中でのターミネーター2のテーマ、これ実はヘムでちゃんとプレイして、レコーディングもちゃんとして使ってます。はい、はい、まあ、そこはもうちゃんとこだわりたいし、そもそも俺らミュージシャンだよね。そうだね、もうちょっとなまりよ、俺らミュージシャンだよねっていう、ね、改めてね、そうそう、自分なんかで撮らんといけんかなと思って、ね、俺らミュージシャンだよねっつって、まあ本業ということで、まあちょっとそこもちゃんとしっかりやろうということで、で耳コピちゃんとしたんですけど、耳寄りな情報があるんですけど、ターミネーター2ドロップ D です。やってみたら分かった。分かってみたら分かった。今後やりたい人いるかどうか分かんないけど、はい、参考にしてください。はい、ドロップ D です。ドロップ D です。ターミネーター2はドロップ D です、はい、でこのレコーディングをしたあの場所も、実はヘムが昔からお世話になっている沖縄県与那原町にあるサウンズグローっていうスタジオですね。そちらのオーナーさんがいつもヘム応援してくれてるので、レコーディングの方も手伝ってくれてさせていただきました。今後ともよろしくお願いします。お願いします。まあ、今後とも、まあ、いろんな方の協力のもと2作目3作目もやっていきたいと思っております。次は一応予定しているのは、ターミネーターと同じぐらい愛してますジャッキー。ジャッキーの方が、まあ、体が持つまでちょっとやってみたいと。そうですね、カズさんはもっと怪我するみたいですね。ジャッキーの曲もね、耳コピするんで、はい、みんなで歌いましょう。歌いましょう、ね、それも楽しみにしておいてくださいね。はい、チャンネル登録、動画、いいね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではさよなら、さよなら、さよなら。